国民衛兵の軍服を着たフランスの画家フィリップルノワ国民衛兵はフランス革命時に従来の常備軍に代わってフランス国内各都市で組織された民兵組織である。最初にパリで作られそれに倣って各都市も組織した。司令官ははじめラファイエット公爵、ついで短期間マンダ公爵が務めた。1792年夏までは 中流階級に基礎を置いており、立憲君主制を強く支持していた。国民衛兵は革命に行く枠の影響を及ぼしたが、ナポレオンによって武装解除された。ナポレオン追放後にはまた復活し、19世紀の二度の革命において重要な役割を演じた。また、21世紀には予備兵部隊として再建されている。1790年当時の ストラスブール国民衛兵隊の指揮官エップ七1789年夏のフランス革命前夜極度の経済不振にあえぐパリ市内では騒乱と窃盗が横行し始めていた。7月14日のバスティーユ襲撃以前より王権の無能無策に失望していたパリ市民たちは自力で法と秩序を維持することを決意、中流市民による民兵組織が創設される運びとなった。これが 国民衛兵の始まりである。7月15日にラファイエットが最高司令官に選ばれた。この動きにフランスの各地の都市もそれぞれの国民衛兵を組織した。国民衛兵の士官は選挙によって選ばれた。1791年10月14日の法律の下すべての選挙権を有する市民とその18歳以上の子供たちは 国民衛兵に加わる義務を負っていた。その役目は、法と秩序の維持と、必要な場合には、地域の防衛に当たることだった。市民は自宅に武器と制服を保管し、求められた時にはそれを着装して出発した。革命の初期、国民衛兵は、王の服の色と同じ青い制服を着用した。ブルターニュ地方の王党派を護送するカンペールの国民衛兵。 ジュール・ジラルデが国民衛兵が取って代わる以前、1254年から1791年まで、パリの法と秩序を維持したのは、国王警護隊であった。実際、国王警護隊の最後の司令官であったドラロシ、エールは、1791年に国民衛兵隊長に選ばれている。1792年夏、国民衛兵の基本的な性格に、大きな変化が生じた。 連盟兵が新たに参加し、マンダ司令官が8月10日の放棄の冒頭で殺害されたことにより、過激な革命主義者であるアントワーヌ・ジョゼフ・サンテールが国民衛兵を掌握し、率いることとなった。王政の廃止の後、国民衛兵は革命のために戦い、フランス国民議会においてパリ市民の意向を貫徹するという点で重要な役割を果たした。 議会は愛国的な重権の力の前に道を譲らなければならなかった。テルミドールの反動の後、テルミドール派の新政府によって国民衛兵を指揮下に収めたのは王党派であった。国民衛兵はバンデミエール13日の王党派の反乱の際、総裁政府を倒そうとしたが、ナポレオン・ボナパルトの率いる軍隊に敗れ、武装解除された。ナポレオンは 中流階級である国民衛兵に秩序を維持し暴動を鎮圧することが可能であるとは思っていなかったため、より軍隊に近いパリシ衛兵を作った。しかし彼は国民衛兵を廃止することはせず、武装解除だけに留めた。予備として保持された国民衛兵は1809年と1814年にナポレオンによってフランス国土防衛に動員された。 1814年のパリの戦いには2万人の国民衛兵が参加した。1814年に始まるブルボン復興制において、ルイ18世は国民衛兵を存続させた。しかし、国民衛兵、だがこの時武装解除を怠ったため、1830年の7月革命において国民衛兵は再び銃を取ることになった。タバティエール銃を持つ、 国民衛兵の兵士1830年の7月革命の後、新しい国民衛兵が1831年に設立された。国民衛兵は1848年の2月革命においては、共和主義者側に立って戦った。ナポレオン三世は自由主義と共和主義の影響を減らすために、第二帝政の間、国民衛兵の任務を従属的なものに留めた。 不仏戦争の1870年、国防政府は、プロイセンからパリを守るための主役として、国民衛兵を位置づけた。1871年3月から5月までの、パリコミューン放棄の期間、パリの国民衛兵は拡大され、武器を扱えるすべての市民を含むほどになった。フランス政府軍がコミューンを打ち破ると、国民衛兵は縮小され、 1872年3月14日に解体された。2016年に編成された国民衛兵のロゴマーク。2015年のパリ同時多発テロ事件などを受け、フランスはオランド大統領は予備役と義勇兵から構成される新たな国民衛兵の設立を表明した。2016年10月12日の閣議によって国民衛兵は約145年ぶりに フランス軍の5番目の軍師として正式に再建された。今回再設立された国民衛兵は警察や国家憲兵が何らかの全国的な事態に対応しているときにこれを補助し軍や警察の予備兵力という歴史的な役割を果たすことが期待されている。ありがとうございます。